はい、おはようございます。昨日ですね、入ってきた車で、昨日、おとといか、スズキのエブリィ、後ろ追突されて、ちょっとね、後ろ曲がって、バンパーがぐしゃっと中に入って、バックパネルがだいぶいってるかな。バックパネルがね、だいぶいってんのかな。バンパー下に入ってて結構重い感じです。これが入ってきたなと思ったら、スズキのエブリ 同じシルバーで、こっちはオーバーヒート。多分、ちょっと見てみないと分かんないけど、サーモスタットかなっていうような感じの症状で、重なるときは重なるもんでね、なんかエブリとエブリです。とりあえずこれから作業入ります。こっちがシルバーのエブリの方なんだけど、サーモスタット見えなくって、だいぶね、探そうと思うと大変なんですが、実は奥にあって、こいつを取らなきゃいけない。センターコンソールをね、これ取るとなんかすっきり見えます。はい、センターコンソール外れたんですけど、だいたい外すとこんな感じで汚くて、だいたい上って感じなんですけど、よくある車屋さんわかると思うんですけどね、こうお金がよく落っこってますね。これもらっちゃうと窃盗になっちゃうんでね、ちゃんとお客さんに返しましょう。はい、センターコンソールの下のパネルを外すとこんな感じで、この中にサーモスタット入ってるんですけど、これエア抜きのバルブですね。こいつを回すのにすごく邪魔なんで、結局ここまでバラすんですけど、ちょっとね、さっき動画撮り忘れたけど、サーモスタットの上と下でエンジンかけた状態で温度差が上がって、開いてないなっていうのが分かったんで、明らかにこれだろうとは思うんですが、とりあえずバラしていこうかと思います。外すときにこのジグル弁があるので、ジグル弁の方向をきちんと覚えておきましょうということで、そういう意味で動画撮ってます。とりあえずサーモスタット外れました。サーモスタットが来ました。新品こっちなんだけど、比べて、なんかわかるかな？ちょっとよくわからんな。でも明らかに変えた形跡がなかったので、とりあえず変えてみましょう。多分、これだろうな。はい、一応終わりました。エアロギアね、この手の K の番なんかは、エアロギア結構面倒くさくて、いろいろと、エア抜きのホース抜いたり、バルブを外したりとか、いろいろなんかね、手間がかかるんですけど、ちょっとこれで、暖気して、様子見ようかなと思います。ちなみに、こっちのエブリ、バンパー外して、これから板金です。65の19、5兆かな。まだかな。この時期47。まだ、サーモン開いてないんですよ。83。81。サーモン開いたかな。開いたね。下がりましたね。開いた瞬間にこっちが下がりましたね。こっちが上がって、
こっちが下がっとこう。それで、さあもう開いて、今こっちからこっちへ温度を逆転したので、OK と。こっちのエブリーも終わりました。バンパー修理して、なんだっけな。そうだ、こっちが、色だけでいいって言われて、なんとか塗ってくんねえかなって言われたから、へこんだまま色だけ塗りました。これで以上です。これから納車です。